はい、今回は、こんな感じの Android のキャラクターのアニメーションの作り方を解説していきます。まずはじめに、こんな感じの、Android のキャラクターを用意します。こちらは、Android アプリの、Androidify というアプリで作った、キャラクターとなります。そちらの画像を読み込んで、Photoshop で、こんな感じで目、頭、手、手、体、足といった感じでレイヤーを分けた状態にしています。では、こちらの素材を使って、アフターエフェクトで動かしていきます。アフターエフェクトで、まず新規コンポジションを作成します。カット01としてコンポジションを作成し、新規平面で白い平面を置いておきます。そしてもう一枚作成し、次は少しグレーですね。にしておき、地面、グランドですね。として、こんな感じで配置しておきます。そして、キャラクターを読み込んでいきます。Photoshop の素材はコンポジションで読み込みます。すると、こんな感じでレイヤーが分かれた状態で読み込まれます。一番下の背景は不要なので削除しておき、上から選択して、コントロール C でコピー。そして、メインのカット1のコンポにコントロール V で貼り付けます。そして、真ん中に配置。こんな感じですね。では、まず、キャラクターのセッティングを行っていきます。まず、胴体ですね。これが基準となります。キャラクターの動きの。ここに、足を親に設定します。そして、両手ですね。これも、ボディを親に設定します。そして、ヘッド、頭も、体を親に設定。そして、目は、頭を親に設定します。さらに、全体を動かすための、ヌルを作成します。ヌル。で、ボディを、ボディの親にムーブを設定します。こんな感じですね。これで、ムーブを動かすことで、すべてが動くようになります。次に、アンカーポイントの設定を行っていきます。まず、目ですね。目のアンカーポイントは目の真ん中あたりに移動。ヘッドもアンカーポイントは真ん中あたり、頭の中心ですね。そして手は高さを合わせたいので、ビューから上下を表示します。そして上下を設定して、アンカーポイントの高さをここに吸着する形にします。まず左の手ですね。キャラクターの右手ですけど、こちらから見て左の手ですね。そして右の手。こんな感じですね。そして次に、ボディが真ん中。で、次は足ですね。足も高さを合わせたいので、このあたり。で、左の足。右の足。こんな感じですね。そして定規は不要なので、戻しておきます。これで基本的なキャラクターの設定ができましたので、ここから動かしていきます。ではまず、歩かせていきます。両足を選択して P を押して、足の位置ですね、にキーフレームを打ちます。そして、3コマ進めたあたりで、片方の足を上に上げます。そして、さらに3コマ進めたところで、最初のキーフレームをコントロール C でコピーして、コントロール V で貼り付けます。すると、上げて下げるアニメーションですね、が作成されます。そして逆の足は、
スタート位置が3コマのとこからですね。そして3コマ進めて、足を上げて、さらに3コマ後に、最初のキーフレームをコントロール C、コントロール V で貼り付けると。こんな感じですね。これを繰り返していくことで、歩かせることができます。上げて下げるキーフレームをコントロール C、コントロール V と。で、さらに3コマ進めたところで、上げ下げ上げ下げをコントロール C、コントロール V と。こんな感じですね。コピーペースト。そして逆の足も、上げ下げをコピー。コントロール C、コントロール V。こんな感じですね。すると、こんな感じの動きとなります。そして次に頭を揺らしていきます。頭で P を押して1ですね。で、キーフレームを打ち、3コマ後に少し位置を下げる感じですね。そしてさらに3コマ後で最初の位置に戻ると。コピーペースト。そしてこれも同じように繰り返していきます。下げて戻る。コントロール C、コントロール V と。これで下げて戻る動きを繰り返すようになります。次に胴体も少し揺らしていきます。ボディの位置をキーフレームを打っておきます。そして少し下げるのですが、このままですと全て位置が動いてしまいますので、足ですね。足の親をヌルに変えます。こうすることで、胴体を下げたときに、こう足は位置がキープされたままになります。では少し揺らしていきます。こんな感じですね。で、繰り返していきます。こんな感じですね。そして次に手を揺らしていきます。手、R を押して回転を開きます。そしてキーフレームを打って、3コマ後で、20と、あ、マイナス20ですね。マイナス20と、20。そして3コマ後に、数値を入れ替えて20と、マイナス20。そして3コマ後から繰り返し。コピーペーストですね。最後は0に設定ですね。お。で、見ていくと、こんな感じとなります。そして、ムーブですね。にキーフレームを打ちます。決め位置に先にキーフレームを打っておき、左から移動してくるような感じですね。こんな感じで動かすことができます。で、もともとこのキャラクターのイラストが、真正面から見たパース感ですので、右から左に動いて歩いていくように見えにくいのですが、例えば、まず目線ですね。目の位置を。キーフレームを打っておき、歩いている間は、少し左に寄せておきます。
すると目線が左の方向になるので、ちょっと右から左に歩いていくように見えやすくなります。さらに、この手の振りですね。この左の方の手ですね。これを、レイヤーの順序を胴体の下にして、後ろに回り込ませるようにします。すると、さらに少し、こう、体が斜めっているように見えますね。こんな感じですね。そして、立ち止まった時に、目のスケールを開きます。キーフレームを打ちます。リンクを解除して、2コマ後に縦のスケールを小さくします。こんな感じですね。さらに2コマ進めて最初のキーフレームをコピー、ペースト。すると、こんな感じで瞬きさせることができます。もう一度繰り返します。2コマ進めて、閉じて開くキーフレームをコピー、ペースト。こんな感じですね。次にジャンプさせます。全体のムーブのヌルですね。1にキーフレームを打ち、4コマ後に上に移動します。そしてさらに4コマ後に元のキーフレームをコピーペースト。こんな感じですね。さらにコピーしてペースト。さらにペーストで3回ジャンプですね。このジャンプするときにまず手を広げてやります。手にキーフレームを打ち、右と左ですね。飛び上がったときに16ぐらいですかね。160とマイナス160。そして着地するときに少し振る感じですね。100、マイナス110と110。そして飛び上がったときに繰り返す感じですね。さらにもう一度。で、最後の着地の時にはゼロに戻すと。すると、こんな感じですね。さらに足も広げていきます。足の回転にキーフレームを打ちます。R でキーフレームを打ち、飛び上がった時に、35ぐらいですかね。と、マイナス35。そして着地した時に、戻ってまた開くので繰り返しコピーですね。同じく最後が0と。こんな感じですね。全体を見ていくとこんな感じですね。まあ、歩いている時に誰かを見つけて呼び止めるような感じですかね。こんな感じで、Android のキャラクターや、アバターのようなデフォルメのキャラクターですね、をアニメーションさせることができます。今回は以上です。またお会いしましょう。